モンゴルの地図。中国はその南側中国とモンゴルの国境表。中国国境は中華人民共和国とモンゴル国との間の国境である。延長は約 4630km であり、両端は中国、モンゴルロシアの三国国境となっている。大半がゴビ砂漠の中にある。西はアルタイ山脈のロシアとの三国国境で始まる。 この地点は中国、カザフスタン、ロシアの三国国境の東 100km に位置する。そこからおおむね南東方向に進み、緯度40度30分のすぐ北側のモンゴル、最南端まで続く。モンゴル最南端地点から北東方向に進み、大港湾霊山脈でモンゴル最東端に達する。そこから国境は西に曲がり、春ハ川を通って、 ウイルコに達し、その後北向きになって東側のロシアとの三国国境に至る。モンゴルを編入した新国の地図ロシア帝国は17世紀の間にシベリアにまで進出していた。これは当時の猛虎を支配していた新国との対立を招いた。この時、中国の完全な支配下にあった猛虎を内猛虎、それ以外の地域を外猛虎として区別していた。 今日のロモー国境の大半は、1727年に、ロシア帝国と新国の間で結ばれた、キャフタ条約によって設定された。1911年10月10日に、侵害革命が勃発すると、その混乱の隙をついて、同年12月29日、モンゴルの民族主義者たちが、ロシアの支援を受けて、外モーコの独立を宣言し、ボグドハーン政権が発足した。 1915年には第二次キャフタ条約が調印され、ロシア帝国はモンゴルに対する正式な中国の総主権を認めたが、ロシアは重要な影響力を維持し、実質的にはモンゴルを反自治区として放置していた。1917年のロシア革命後、中華民国は完全な支配権を取り戻すために、モンゴルに侵攻したが、最終的にはモンゴルと ソビエト連邦に撃退され、1921年にボグドハーンが君主として復帰し、再度独立を宣言した。中国はモンゴルの独立を認めなかったため、正式な国境線の確定は行われなかったが、国境地帯は人がほとんど住んでいない地域であるため、実際には差し迫った問題ではなかった。しかし、1931年の日本の 満州侵攻とのモンハン地域をめぐる紛争の後、モンゴルと満州国の間で満蒙国境確定会議が1939年から1940年にかけて行われ、満州国に一部領土が割上された。その後、日本が第二次世界大戦で敗北したことにより、この協定の有効性が疑わしいものとなった。外蒙古における中国からの独立をめぐる。 国民投票とウイグルに干渉しないというソ連からの保証を受けて、中華民国は1946年にモンゴルの独立を承認することに合意した。その後すぐに国境をめぐる紛争が勃発し、特に1947年には金が豊富なベーティク山脈をめぐって紛争が発生した。また、国境線確定に関する作業は国境内線によって中断された。 1949年に中国本土を中国共産党が支配下に収めたことにより、同じく社会主義国のモンゴル人民共和国との関係は着実に改善され、両国は1962年12月26日に国境を定める条約に署名した。その後、1963年から1964年にかけて完全な国境確定が行われ、 1964年6月30日に詳細な地図を含む最終的な条約が合意された。それ以来両国の関係は時には緊張状態になることもあり、特に1960年代の中祖対立では、モンゴルはソ連側についたが全体を通してみれば概ね有効的であり、国境の位置が変わることはなかった。 中国国境を越えて、モンゴル人と中国人の女性の性的人身売買が行われている。国境地域には、タバントルゴイ炭鉱など、多くの男性が働く、大規模な鉱山や、その他の重工業事業があり、そこは、売春や性的人身売買の中心地となっている。正式な国境検問所は、以下の場所にある。地名は、モンゴル側、中国側の順である。 20世紀中頃に作成された100万分の1国サイズにおける中目国境。ありがとうございます。